皆さんこんにちは。バス停から123歩。この番組ではぐるっと坂井のバス停から私がカメラを持っていろんな人とお話ししたりしながらお散歩します。今日のバス停はこちら、野中さんのです。さあ今日もね、秋が深まってきたこの野中さんのお散歩していろんな人やいろんなものに出会えるんじゃないかと期待して行ってきます。なんか屋根登ってるお父さんがいる。ちょっとお話聞いてみよう。急に声かけたら危ないかな。でもこんにちは。お父さん今何してるんですか。あ、入っても大丈夫ですか。入ってもいい。はい。あ、じゃあお邪魔します。昨日半分さ、はい、雨どいに詰まって、はいはい、今雨降ると溢れて、あ、そっか、なんで今ゴミを除いて取ってた。あ、そっか、はい、もうなんか屋根登ってるからなんか修理とかしてるんかなと思って。そうそう、詰まったら大変ですもんね。そうそうそう、雨が水が溢れて、うん、ね、これからね雨の時期になりますね。うん、そうね、雨とか雪とか降ってきますもんね。はい、じゃあお父さん、このお家のいろんなことをお父さんが結構やるんですか。業者とかにお任せするんじゃなくて。そう、まあできることだけしたいなと思って。でお父さんずっとこの野中さんのに住んでらっしゃるんですか。そうですね、もう生まれた時から。はい。おお、じゃあもうここの魅力、この地域の魅力はもうバッチリ。ある程度はね、うん、まあ、知ってるつもりなんですけど。あ、そうなんですね。どういうところですか。はい、ね、まあこの在所野中さんの区はね、うん、真岡城の城から払い下げを受けた、うん、もう不明門って言うんですけど、不明門、はい、そういう門もありますし、現存してますし、あるんです、まだ。 あります、これから向こう側に、うん、この上の方に新栄用水っていうのがあるんですけど、はい、その工事の途中で非常に山沿い の、うん、川ですから、はい、難工事で大変難儀したらしいんですけども、はい、難工事の石をね、うん、神社を、祠を建てて祀って、うん、工事が俺から工事が馬越えて山久保まで、大体鳴岡から山久保で10キロ弱なんですけどね、うん、そこを用水を作ってこの部屋を米が取れるようにしたというような歴史のあるねところでもありますので。結構歴史ありますね、うん、いろんなね。そうそうそう。何神社でしたっけ。三の明神。三の明神、ちょっと一回行ってみようかな。うん、古いところですけど、はい、行って、うん、あれやったら一緒に。あ、一緒に行ってくれます。はい、すいませんね、ちょっと作業中に。いやいや、声かけてそんな連れてっていただいて。住みましたで。あ、本当ですか。はい、水の流れをね、うん、ずっと良くして、うん、まあ米っていうと、命の源ですわね。はい、それを育む水の神社ですので、そっか、やっぱそういうことでないかなと
というふうに思いますけど、全ての命の源の神様ってことですか。そうそうそう、ここですか。ここですね。寛永2年って1625年、西暦ね、1625年に工事を始めて、はい、約3年間でこう枠まで10キロ、うん、大きめな石ですね。ずっと縦石で、これくらいの、うん、かなり大きいです、ねえ、なんかそういうなんか祀られてる石ってこれくらいかなと思ってたけど、大きいんですよ。大きいですね。この後ろが用水屋でね。あ、この後ろ、うん、あそこの平坦になってるあたりですか。鳴鹿の東二つ屋から、はい、ずっとあっち武田川の付近の山久保っていう村まで、うんうん、開いたんですね。で今コンクリになってますけど、昔はこれが、そうそうそう、ね、土で崩れたり、ね、大変な。そうですね、ここ結構急斜面ですね、はい、今ね、うん、もう導水路で地下水道、水は導水路になって、ね、うん、ここは全くの山水の排水路に今なってるんですけど、うん、これはもう昔から非常に大事な、うん、川やったんですね、うん、みんなで頑張って作った大切な川なんですね。大切ですね。来ましたね、ここは。わあ、綺麗。見てください、この赤。赤、赤。なんていうの、グラデーションでしょ、グラデーション。明るい赤からの紫にかけてのグラデーション、すごい。お手入れされてるんですね。うわあ、でもなんか秋って感じしますね、秋って。おお、畑だ。お父さんが歩いてきた。お散歩かな。こんにちは。お父さん今どっか行かれるんですか。いや、行かない。あ、行かない。お父さんいつもほら。はいはい。高山へ映ってるもん。そう。テレビに映って出てくる。そう、お散歩してる私です。見てる。ありがとうございます。いつも見てるんで。ありがとうございます。お父さん今からどっか行かれる。行くわけでもない。今ない。ちょっと高本さんが行こうか思うて。開かずの門。開かずの門、不明門って書くんですね。あ、不明門、丸岡城の開かずの門、うん、要するに南の方にあった、ね、あ、南側にあった、ね、あの門、あ、門が、さっき会ったお父さんからもその門のお話聞いて、ちょっと行ってみようかなと思って、行ってみようかなと思ってきた。あ、本当ですか。ご一緒してもいいですか。いいですよ。本当ですか。出会っちゃった。じゃあ早速こっち、はい、こっち北の端っぽいから。あ、そうなんですね。お父さんずっとこのここに住んでらっしゃるんですか。そうです。野中さんの昭和6年生まれです。昭和6年は今86歳過ぎました。特におお、はい、元気ですね。もう背筋シャーンとしておねんしだつ。あれ降ってきた。あ、降ってきましたね。大丈夫、いけるかなと思ったんですけど。ごめん。いいですか、ちょっとお父さんのあいあい傘させてもらって。ま、孫さんや。孫さんやって。そうでしょ。 お孫さんおいくつくらいですか。24になってます。24？ ああ、24か5。7？ いや、7や、24か5や。4、5？ あ、じゃあ同い年。平成5年生まれや。ああ、じゃあ同い年。ああ、一緒か。
じゃあ孫です。あ、やめましたね。これはしゃのか。あ、雨雲でね。うん。まあ、これからこんなんですよ。そうね。これからどんどん天気悪くなってきますもんね。お宅は周り どちらですか。私あの駿河です。ええー。駿河。そうなんで堺市のこと全然知らないんで、いろんな方に、はい、その魅力を教えてもらいに来てるんです。いや、ここは左です。ここ、え、ここ？はい、ここ、ここ。あれはもんです。昔逃げ建てやって。ああ。で、丸岡家を壊れた時に、ちょっと崩れたもんで、うん、1階建てに直して。今1階になってるんですね。はいはい。へえ。あ、いいですか、お父さん。じゃあ、お邪魔します。おお。門だけかと思いきや、中に屋根があって空間があるんですね。へえ、土壁だ、上。ダメだ。いらっしゃらなかった。あら、残念。でもお父さん、この門のお話、詳しいですか？いや、詳しいっていうと、これは赤字の門、赤字の門。だから、絶対年賀年中は、丸の風邪でも、そう、赤なんだっていう。あ、もうここの、だからここ、うん、これが開けんかったよ。これ開くときはいつですか？開けなんだよ。もう絶対に開けない。開かずの門って言うんだから。本当に開けないもん。明かりが不、あ、不明門。ああ、そう書くんや。不明門。うんうん。開かずの門って言うんですこれ。それで丸岡城の南の方にあったの。うん、南の方に。それをどういう割りかしゃべんと、はい、ここへ移築したのは、うん、もらったんか。うん。有馬家からどうなってきたんか、それは分からん、うん、ここは。の、そういうことで。うんうん、ただこれね、丸岡城が倒壊するときに、うん、これも壊れたんや。あ、2階建てが。2階建てが、はい、それもまでは私は子供のときに、うん、階段あったんですよ。あ、階段上がっては遊んだこといくらあるの、うん、あ、結構自由に遊んだりできたんですね。はいはいはい、へえ、うん、あとこのじゃあここで遊んだお話とか聞けるのはお父さんだけってことですか？だから、ね、知らんと思います。あ、よかった、お父さんと出会えて。いや、ありがとうございます。間に合うか合わんかどうかも分からんけど。いえいえいえ、いいですね、こういう立派な歴史的な建物が、ね、この町にあるって。ただね、一つの、うん、話の中で風化のこの赤の門とはどういう関係かしたんけど、うん、だいたいうちの野中さんの集落は、はい、昔40軒あったけど、もう35軒しかないですけど、はい、このうちに帰っては鹿です。鹿？鹿、あ、分からん。鹿侍の系統のうちです、はい、だからこういう関係もあるんや。だから、あ、それは誰か調べたんですか？このいや、僕はもうおのずからこうやって付き合った時が分かったわけや、うん、あ、へ、まず普段着てるよ、紋付きが違います。紋付きが違います、うんうん、ね、紋にね。そういうお話を、うん、若い方々にも知っててほしいですね。まずたくさん知ってる人はおらんでしょうね、うん、まずおらんでしょうね。きっとこのお父さんのお話聞いて皆さん知ると思いますよ。え、そうだったんだってなると思います。私も今なったんで。いや、今日はたくさんお話聞かせていただいてありがとうございました。いやいやいや、ご案内もしていただいて。間に合ったらまたね、はい、あの利用してもらえば方法でもて、はい、ね、あまり私の画面をあんまり PR センターで。いやいや、ありがとうございました。あ、さっきのお父さんや。ふわふわ、バイバイ。畑作業してる方いる。こんにちは。あ、すごい中いっぱいお野菜がある。あんまり草が植えもんやで。うん。取らないと。ああ、そっか。え、入っても大丈夫ですか？はい、いいですか？ちょっと濡れますよ。あ、はい、はい。お邪魔します。やった。よいしょ。おお、これは草やで。あ、この辺草。へえ。株持って帰りますか。え、株？
いいんですか。やった。え、この畑お父さん一人でやってるんですか。うわあ、取れたて。お味噌汁にしたい。家族何人何人も。一人。一人。毎日株立てるわけにいかんから、見てたい。ありがとうございます。すごい。これとか、すごい大きいですね。もう、世の中ってなもんで、大きい子やら、うん、太なった子やら、ちっちゃい子やら、うん。いや、太なった子はちょっと親近感湧くわ。でも一番美味しいですね。そうでもないですよ。ナスもありますもんね。あれはね、秋ナスという形で、秋ナス一番美味しいやつじゃない？3分の1ほど切って、うん、で、あと伸ばしていくんですよ。これになったのがナスなんです。ナスも持って帰りますか？いいんですか？いいですよ。何でもくれるお父さん。うわぁ、大きい。あ、大きい、それも。ポッケ入れてったら。ポッケ入れてく。はい。ありがとうございます。針あるから気をつけてね。結構大きい。こうか。綺麗な色ですね。ね、でも秋ナスってあれじゃない、あのすごい美味しいって。そんな美味しいナスをいただいちゃっていいんですか。憎い嫁には食べさせなって言うけど、ね、憎い嫁でないで。本当よかった。そう、この辺電気柵とか多いじゃないですか、うん、春になると、うん、これ集落のみんなが出て冬うちから三線、あの線電気柵をやるんですね、うん、でみんなでやるんですね、うん、じゃあこの辺の方みんなでその各々の畑を作ってはいるけど、みんなでそのイノシシやクマから守る対策はしてるってことですね。山伝いにずっと、うん、あのこうイノシシもこう集落の中へ出てくるから、あのジャガイモとかそういうのをすると、うん、みんな個人で電気柵をしてるね。だから中でもあるしね。でここはハウスの中やから、あのイノシシは来ないけど、ハクビシンが来るんです。ハクビシン。キツネとタヌキみたいな間やけど、雑食ね、格闘したんですね。そうです。お父さん何でもできるね。いや、なんかでも奥さん忙しくても頑張れるのは多分お父さんの野菜のおかげだと思いますよ。ありがとうございます。ます。私もこれいただいたので、これで、ね、美味しく食べて元気に暮らしたいと思います、はいはい、美味しいもののところにはすぐ行きますから。、はいはい、ありがとうございます。いえ、はい、はい、今日は野中山王のバス停周辺をお散歩しました。今日はちょっと雨がひどかったので出会った方は少なかったんですけれども、その出会った方からはいいお話を聞くことができました。まずね、あの用水路作った時に出てきた石を祀った社を見せていただいたり、あと丸岡城の、あの開かずの門、不明門がここにあるっていうのも教えていただきましたし、あの歴史とかお城好きな方はもう、わあ見たいって思うんじゃないかと思います。そういう方が増えるんじゃないかなって、そういう方が来るのが増えるんじゃないかなって思います。